皆さんこんばんは。ご覧のように悪天候の中で行われるナイトゲームです。濡れたピッチがゲームにどう影響するのでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、名古屋グランパスが清水エスパルスと戦います。フレンドリーマッチとはいえ、このカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。こちらがホームチームのラインナップです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。アウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。エスパルスの S はサッカー、清水、静岡の頭文字で、パルスは英語で心臓の鼓動を意味するそうです。前半のキックオフ、まずはグランパスボールです。タックルが成功しボールを奪取しました。自陣内でプレッシャーを受けています。うまく連携したプレスでボールを取り返しました。見事なテクニックで突破してきました。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。ショートコーナーを使います。ルーズボールになっています。ここでスローイン。自陣内で相手のプレスを受けています。高い位置でカットします。ここは一旦クリアしました。おっと、ナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。ここはショートコーナーを使う。狙っていた。キーパーがキャッチしました。さあリードできるか。よく止めましたが、ボールはこぼれています。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。アドバンテージを取りましたが、遅れてファールを取りました。ドリブルで果敢に攻め込みます。シュート、あっと入った。アウェーチーム先制。ここでライバルを突き放しました。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。
強烈なタックルで止めに行く。ここでボールを奪い返します。ドリブルで運びます。ブロックしました。ボールを狙う。キーパー反応した。ボールを弾く。ボールを入れました。ゴール前に通った。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。同点かと思いましたが、シュートは決められません。力が入ったかもしれませんね。こういうチャンスを逃しているとどんどん苦しくなりますよ。ボールを失います。見る限りアウェイのチームはあまりボールに触っていませんね。まあポゼッションが全てではないので、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。いいタックルだ。ボールをキープしました。名古屋の攻撃です。おっと、これはキーパーの大セーブ。ルーズボールです。ボールはどっちだ。何を狙うのか。稲垣翔、決まった。試合を振り出しに戻す同点ゴールです。シュートはキーパーを越え、クロスバーのわずか下。際どいところを狙いましたね。これはキーパーも防げませんね。相手陣内でインターセプトです。狙っていった。バーで跳ね返った。ボールがフリーになりました。前半終了です。スコアは1対1。前半この選手のプレーがよく効いていました。苦しい前半でしたが、ハーフタイム直前に同点ゴールを。後半戦の開始です。ボールを奪いに来ました。ここは抜いてくるのか。まだプレーは続いています。これは見事なセーブでした。結局キーパーがボールを確保しています。普通ならゴールが決まっていました。このセーブはチームを勇気づけます。力強いタックルです。高い位置でボールを取った。カウンターのチャンス。ここは決めたい。ディフェンダーが戻りきれていません。
フリーになった。カウンターからのシュートは枠を捉えきれません。惜しかったですね。もう一度同じ形を作れれば決められる、そんな予感のあるシュートでした。選手交代を考えているようですね。ドリブルで侵入していきます。ピンチを出します。カウンターも狙えます。このカウンターは要注意です。いいカウンターだったんですが、ここでポゼッションを失いました。自陣内で相手のマークに合っています。これを決めればリード。ランゲラクのビッグセーブ。相手の選手に当たったようですね。コーナーキックになります。ベンチに動きがありそうです。中を狙うか。コーナーキックをキーパーが簡単に抑えました。長澤和樹、ボールを失います。攻撃に移りたい。長澤和樹、敵陣へボールを運ぶ。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。これは思い切ったドリブルです。タックルが決まってボールをダッシュしました。あっとポストだ。ランゲラック止めた。至近距離のシュートを防ぎました。選手交代があるようです。コーナーキックを蹴った。このボールはディフェンスがクリアします。何をしてくるのか。さあリードできるか。思い切って狙ってきましたね。しかしこれは少し浮いてしまったようです。
ジャンプしてかわした。勝ち越しを目指して相手陣内に攻め込んでいきます。残り時間を考えるとこれが最後のチャンスになるかもしれません。これはいい位置でカットした。1点リードにできるか。飛び出すのが早すぎました。抜ければチャンスでしたがオフサイドです。自陣内でプレッシャーを受けています。相手が触ったのでスローインですね。ボールがこぼれる。クロスのチャンス。試合を止めていた分アディショナルタイムが3分追加されます。試合終盤でチャンスが巡ってきました。このコーナーキックを勝ち越し点に結びつけられるでしょうか。ここでなんとかボールに寄せてきました。